学校帰りに見つけた八田ガラス大明神。八田ガラスっていうとサッカーやアニメでは知っているけど、祀られるほどのカラスって一体どんなカラスだったんだろう。ちょっと調べてみよう。何？八田ガラスは三本足のカラスで、八田の八はたくさんという意味。八田のあたは長さの単位ということから、三本足の大きなカラスだったみたい。日本で最初の天皇、神武天皇の道案内をしたんだって。へえ。あ、この八田ガラス大明神は五条の城のお城の跡でもあるんだって。こんなところにお城があったんだね。今度みんなで探検してみようかな。